はい、どうもゴリスポーです。皆様お疲れ様でございます。ABS のベアリング届いたので、今日はフロントホイールの組み付けやってみたいと思います。ただボルトオンカスタムではないんで、ちょっとやってみないとわかんないんですが、明日ちょっと行きたい場所があるんで、頑張って、3号機のバイク復活できるようにちょっと進めてみたいと思います。ABS ベアリングですね。以前買った時は1万円しました。今回はこちら、純正 ABS ベアリング、シナバン 9252A ってなってます。この末尾に A ってつくのは対策品ですね。ハーレー社の何らかで対策で新しい ABS ベアリングになりました。以前は1万円、そして今回の 9252A は7304円です。安くなりましたね。はい。これで、自分のバイク、走らせるようにしたいと思います。ABS センサーをごまかせるかどうかっていうのもポイントです。はい。左側ですね。ABS センサーと3ミリのカラー。そして右側。ABS センサーと3ミリのカラー。これでバッチリです。今からフロントホイールを手で回してみたいと思います。ブレーキディスク引きずるかどうかテストです。せいやせいや、相当ホコリをかぶってしまったので、今から洗車したいと思います。かなりなホコリですね。メーターなんてこんな感じです。